なんでだ。診療所に運んだ方がいいんじゃないでしょうか。診療所には十分な設備がありません。隣町の病院に搬送するしか。患者に必要なのは医者の腕と心だ。設備なんかに三の次なんだ。誰か警戒してくれ。はい。過払い金の調査迷っていませんか。光法律事務所は良かったわ。変わり続ける函館の街をずっと見てきたんだ。父さん、なんかいい顔してんな。え？いや、いい顔されてますよ。面白い。人生面白い。人生いろいろあったんだろうね。お邪魔しました。はい、ありがとう。人生面白い。そうか。函館の街、ずいぶん変わったところもあるけれども、